合成写真事件の起きたそもそもの発端、それは創価学会が機関誌史上に遠赤写真を掲載し、あたかも日顕商人芸家が芸者遊びに興じているかのごとく罵ったことから始まった。この学会の誹謗記事に対し、妙観氏が写真は招待された遠赤であって、何も芸家が芸者を呼んで豪遊した場面などではないと反論。これによって返答に窮した学会が、まだまだあるよ妙観、日顕商人と芸者の対話などと称して持ち出してきたのが、これら2枚のいわゆる芸者写真であった。学会はこの2枚の芸者写真を使い、ともかく考えつく限りの悪句誹謗を日顕商人芸家に向かって浴びせ始めたのである。いわく、日顕商人が芸者を挙げて宝刀三昧している写真、堕落した業態、優等と邪因、宝刀写真、芸者遊びにうつつを抜かすもの、芸者漬け、下流会で散財した額も相当なものだろう、芸者遊びにふける日顕商人、とどのつまり淫乱、芸者に囲まれ鼻の下を伸ばす、芸者衆をはべらし越に行っている、一夜数百万円の戯れである、日顕商人は骨の髄まで腐敗している、これだけの芸者をはべらして写真に収まるには相当な花代が芸者に渡っている、そもそも芸者が簡単に写真に収まるはずもなく、冒頭ホス日顕芸家、日顕商人がホスは金酒色の堕落道、貸しために酒の相手をさせるどころか自分の方から出かけていって遊び狂っている、日顕堕落衆、優等魔の地獄遊びの姿、これぞ極めつけ、わしもう成仏しそう。こうして学会はこれら2枚の芸者写真が日顕商人芸家の優等邪因淫乱の現場写真であると大宣伝を繰り返したのだが、しかし州内からはこの2枚の写真に対し疑惑の声が上がった。創価新報平成4年11月4日付および11月18日付掲載写真の疑惑の点を説明します。1枚目の写真です。芸家のお顔が異様に背景から浮き上がっており不自然極まりない、ここです。2点目、芸家の右後方にあるべきストロボ発光のための影が全く見えない、この女性の右側には影があります、しかし芸家の右側には影がありません。3点目、1枚の写真の中にブレとピンボケと鮮明な部分とが混在している、ここがボケ取ります、左に行きましてここがピントが合ってます、さらに右奥に行きましてここがボケ取ります、ほぼ同じ距離のこのお膳がピントが合ってます、こんな写真はありません。ブレですが、この女性の膝のところがブレております、しかし芸家のお体はブレておりません。4点目、芸家の耳の形は実際は下側が小さいのに、この写真では逆に下側が大きくなっている、ここです。
5点目、陛下が部屋の中央ではなく隅に座っているのは不自然。このように隅に座っております。陛下が隅に座られるようなことはまずありません。2枚目の写真です。1点目、わざわざ背景が塗りつぶされている。ここです。2点目、陛下の左後ろの芸者の襟元に不自然な黒い部分がある。ここと、ここです。3点目、芸家の袴の柄の大きさが実際に持たれているものと少し違う。4点目、芸家の顎の下の影が異様に濃くて不自然。ここです。以上の点がこの写真の疑惑な点です。かくて妙観氏及び恵妙氏はこれを創価学会による悪辣な写真捏造事件として厳しく追及を開始した。なぜ写真を撮影した日時と場所を隠すのか。偽造でないというならその日時と場所を明らかにしてみよ。この厳しい追及に抗しきれなくなった学会ではとうとう2枚の芸者写真の撮影者が離脱僧の椎名宝生であることを明かしたのである。椎名宝生は実はあの芸者写真を撮ったのは私なんです。時は昭和61年11月22日、場所は東京赤坂の川崎というところです。日建が主催し、主に懐紙の結亭が招待された席だったと思いますなどと述べ、偽造写真疑惑に対し懸命に次のような言い訳を行った。その写真について一言言っておきますと、実は日建の奥にもう一人僧侶が写っているんです。しかしその人に迷惑がかかるといけないので、これは新聞に出すときはその人を消してくださいと頼んだんですよ。集合写真も初めは背景の絵なども消してもらいました。せめてもの配慮だと思いまして、写真の影なんていうのは光線の具合ですよ。部屋の照明もある。ピントやブレのことは素人の私が撮ったんだからいろいろありますよ。これで一気に形勢逆転できると思ったのであろう。学会は椎名の撮影した芸者写真のうち2枚目のものについて今まで覆い隠してきた背景を出してみせ、これぞノーカット版、これでも偽造というかなどと息巻いた。そしてそれが自らの首を絞めるとも思わず、機関紙に色付きで掲載したりして物に狂ったかのごとくはしゃいだのである。だが悪は多けれども一善に勝つことなし。学会がうかつにも芸者写真を撮影した日時場所を明らかにしたため、かえって学会の大枠が白日のもとにさらされることとなった。まずこの写真をご覧いただきたい。昭和61年11月22日、東京赤坂の料亭川崎で持たれた宴席とは、なんと椎名宝生の父で同じく離脱僧である椎名宝泉と故安倍法印尊師との合同主催による古希の祝いの席であり、陛下はそこに招かれてご出席なさったに過ぎなかったのである。この事実を恵妙氏から指摘され慌てた学会では、日建商人が2人を呼び古希の祝いをして何の不思議があろうか、日建商人が
主催者である可能性は十分にあるなどと無理な言い逃れをし、また椎名芳泉の名前を使って、これは芸家が故安倍芳院氏と私自身の古希にあたりお祝いしてくださるとのことで夫婦でお招きいただいたものでありますなどと言い繕おうとした。だが発見された当日のスナップ写真によれば、椎名芳泉と安倍村氏はこの祝宴の主催者であるがゆえに会場下座の主催者席に座っているし、またこれを裏付ける当日参加者の証言もある。私の師匠は、はい、前先の川崎慈教寺お住職であった安倍芳院ご師範であります。椎名芳泉が、61年の11月の22日に、この芸者の写真がこの写された云々という話から、実は私の方でそのことを新聞、政教新聞等で見まして、あ、これはうちの師匠の古希のお祝いだということがピンときましてね。それで実はこのその当時のことを思い出し、また先に写真もいただいておりましたから、そういうものをこの調べてみましたら、詳しくその古希のお祝いという記念の写真がありまして、まあ、そういうことからずっといろんなことが思い出してまいりました。まあ、この芸家の方から70歳のこの内祝いをいただいた、ある品物をいただきました。まあ、そういうことで何とかお礼をしたいということが先々にありまして、場所をこれから確定するから手伝ってもらいたいだということで、そういうことがずっと思い出されました。ですからあくまでもうちの師匠がこの古希のお祝いの芸家様へのお返しも含んで兄弟弟子、公園の本行寺のご住職、ご夫妻等々をお招きするという趣旨で実は私ども受けておりました。まあ、そういうことに付随していろいろともう当日お手伝いをしたという経緯がございました。で、宴会がご承認芸家ご夫妻お招きいたしまして、はい、この取り行われましたけれども、その後、まあ、うちの師匠、それからこれはおそらく本行寺さんと一緒に、はい、会計の方に行かれてお支払いをしておったことを、見ておりました。あの祝宴会は、僕はその郡山の次回寺において、元師匠であった椎名芳泉氏より、芸家様より、安倍芳院氏と私が、こっちのお祝いの品をいただいた。その御礼として、芸家様ご夫妻を招待して、御礼の席を宴席を設けたいというので、ちょうど僕が次回寺に行った時に、そのお手伝いをしてくださいというふうに言われて、次回寺の元師匠、次回寺の椎名芳泉とともに、芳泉氏とともに、その宴席の方に出席をして、お手伝いをした次第であります。いや、これだけではない。何よりも椎名芳泉自身が次のように語っているのだ。
し、いい場所を選ばないからなんてこと言われたら、それでまあ、日頃の面識があったり、そしてまた、人形を聞く、方々の世話を受けなきゃならんということになる。そして、そこで、外にいるのは、真ん中に座っている方、外からほど、ね、上辺に、その前の本業に、単純な師匠役の息子さんになった師匠の息子だこの人のような人は特にあの、慣れてる方ですからね、本業にさんという人はいろいろと世話してくれる人だあまり、この方にお任せして、実際にやってくださいというようなその間が、ね、用意して入れたわけ、こちらに、とてもわからないんだよ。これで明白だろう。当日の主催者は、芸家ではなく、椎名芳泉らだったのである。次に、当日の写真を見ると、この宴席には、芸家だけではなく、芸家夫人、そして僧侶9名と僧侶夫人7名も招待されて同席している。要するに、どこででも見られる一般的な祝宴の席だったというわけである。これを悪意でねじ曲げ、芸家と芸者の仲睦まじい放蕩、芸者遊びにうつつを抜かす、遊刀と邪淫、トドのつまり淫乱の現場だなどとはよくも言えたもの。そもそもどこの世界に婦人同伴で芸者と仲睦まじく邪淫淫乱をする人間があろうか。でっち上げもいい加減にすべきである。さらに決定打となったのは学会の偽造した2枚の写真の原版が発見されたことだ。まず1枚目、原版写真と学会の偽造写真との最大の違いは、芸家の奥に写っている人物を跡形もなく消そうとして全く別物の背景を重ね合わせて変造してしまっている点である。これにつき椎名法相は、実は日見の奥にもう一人僧侶が写っているんです。しかしその人に迷惑がかかるといけないので、これは新聞に出すときはその人を消してくださいと頼んだんですよ、などととぼけたことを言っているが、それならその人物の顔の一部をこのように隠せば済むであろう。それをわざわざこの人物を跡形もなく消したり、そのために全く別な背景を重ね合わせてしまうなどという必要がどこにあろうか。あえてその必要があるとすれば、それはこの写真を撮影した日時、場所、宴席名を隠し、あたかも芸家が芸者遊びに興じた現場写真であるかのごとく見せんがためだ。他の僧侶方の姿も全て消してあることからしても、それ以外の動機は考えようがない。そしてこのように別々な写真と背景を組み合わせて変造した写真を普通は合成写真と呼ぶのだ。次に2枚目、学会では当初隠していた背景を出してみせ、椎名法相を使って次のような背景塗りつぶしの言い訳をした。はじめは背景の絵なども消してもらいました。せめてもの
配慮だと思いまして。だが一体どこにせめてもの配慮として背景の絵なども消してもらう必要があったというのか。もし消す必要があったとすれば、これまた日時、場所、宴席名を隠すため以外ありえないではないか。しかも学会はこれぞノーカット版、これでも偽造写真というかなどと息巻いたが、実はそれも真っ赤な大嘘だったのである。この原版写真をご覧いただきたい。呆れたものではないか。学会は原版に写っている左右の人物を故意にカットし、それをわざわざノーカット版などと偽って機関紙に掲載、あたかも芸家が多くの芸者衆と遊んでいる邪淫現場のごとく見せかけていたのだ。これを捏造写真と呼ばずして何と呼ぶのであろうか。このような学会の悪質な写真偽造に驚かない人はいない。この事件に関し学会側について芸家を誹謗しているはずの離脱層椎名芳泉までが写真を見比べて驚き呆れる。写真がですね、もうご自身で見てるだけで分かりますけど、真っ白くですよね。で、そうかなんだけども、これ実はノーカットのですね、真実の写真だっていうことを言ってたんですよ。ところが今度この宴席に出られた他のご僧侶がですね、この写真の原版を見せてくださったんです。そうするとですね、実際の写真はこういう写真だったんですよ。よく見てください。他のご僧侶も写真を写ってるわけですよね。そうね。ところがそういった方のことは故意にこう切ってるか、他のご僧侶も一緒に写ってらっしゃるのに故意にこのご僧侶が分かって、そうだ、そういうことだね。そうするとおかしいですね、これ。そうするとこれはあのとなるほど。このご住職だからご存知ですよね。いや、ね、この段古事のお祝いに参加された方なんですよね。そうだ、間違いない。背景も同じじゃないですか。一緒ですよ。だから故意にですね、この御三姿の写真を削って芸者お一人が芸者さんが遊んでるっていう写真を作り上げてるんですね。だんだんね、これ今初めて気がついた。わしはまた芸者さんがたら一緒にいるかみたいな、こういうのみたいなのが、ちょっと皆様の面白い、恥ずかしいから、一枚と撮らせてもらいたいっていう、特殊な願いのもとにこういうのが言ったのかなと思ってたの。申し訳ませんね。そうだね。いやいや、どうも。こう、作る写真ってことになるよ。作る写真ってことになるよ。まあ、段差が忘れずですね、お料理歪説なんですね。まあ、行為ができるのかって言えばできない。できるはずがないですよ、ね、はい、今に書いたんですね。お前を聞いてるんですよ。もう、より全然気づかれなかったんですか、こういうのを見せられて。それは、だから今まで全くね、情報を合わせてみて初めて、うん、こういう場はあまり知ってもいないと。これも真実の写真が出てきたんですよ。そうですね。何だろう、こんだけなんだろう。ちょっとこちらでお見せいただきたいんですけどね。今ご主人にお見せしたんですけど、この写真の現場は実はこれだったんですよ。なんと他のご僧侶も一緒に写ってらっしゃるんですね。それをわざわざ故意に切ってですね。なんだ、解散した。だってそれはこれは本当だよ。この写真はこれなんですよ。これを見比べていただきたいんですよ。じゃあ、あの、もし迷惑かかるんでしたらね、この女性の方々と同じように目を隠すとか、あの、すれば分かるだけのことなんですね。それで、今立ってます。お母さんが隠しちゃったんだ、ほら。
ったりとかするよね。そうだ。決して完全にここ塗りつぶしてますでしょ。塗りつぶしてるんだ。跡形もなく完全に塗りつぶしてるんだ。おしまいだ、創価学会。芸者写真、芸者写真と大騒ぎしていたことが逆に凄まじい破壊力を持って学会側陣営を切り裂いているのだ。最後に原版写真を実際に変造合成して学会機関紙と同じ写真を作ってみよう。実験証明である。以上の合成作業で創価新報と全く同じ写真ができた。新報と全く同じ捏造写真ができた。これによって秀門が指摘してきた2枚の写真に対する疑惑も全て解明された。すなわち1枚目については。
1、芸家のお姿を残して背景をすっかり変えてしまえば芸家のお顔だけが異様に浮き上がって見えるのは当然。2、後から重ね合わせた背景であればストロボ発光による芸家の影がなくて当然。3、何重にも撮影を重ねれば1枚の写真中にブレ、ピンボケ、鮮明が混在しても当然。4、背景を合成する際作業が精密でなかったために芸家の耳の形が全く違ってしまった。5、実際には芸家は部屋の中央の位置におられたが大掛かりな変造によって遠近感までが変えられてしまい部屋の隅に座っている形となったというわけである。また2枚目についても、1、椎名が言い訳にもならぬせめてもの配慮説明をしたことによってかえって不自然な理由で背景を塗りつぶしたことが明白になった。2、芸家の左後ろの芸者の襟元の黒い部分は学会の言うようなストロボの影ではなく背景の生け花の一部を消し残していたものと判明した。3、背景を消し左右をカットするのに伴う多重撮影によって袴の柄が若干ブレて映り実際お持ちの柄より少し大きく見えた。4、顎の下の影が濃く映っていたのは多重撮影によってコントラストが強調されたためであろうというように全てが明らかとなったのである。さあ学会をどうする。潔く責任を取るしか道はないぞ。